コーヒータイムということで、今日は片野さんのコロンビアですね。これでね、片野さんのコロンビアおしまいですね。まあ新しいやつね、買ってあるんで、まあそっちを開けようかなという感じなんですけど、今日はですね、ちょっと体調が悪くてですね、体調が悪いっていうか、体自体は元気なんですけど、頭痛がねまたひどくて、朝ね会社行こっかなって準備してたら、あたたたたと思ってケンシロウみたいな感じになってたんですけど、なんかね、別に今日とか昨日、でも昨日の夜雨降ってたんですよね。それですかね。気圧の変化なのかわかんないですけど、まあなんかね、頭痛が出てたんですよ。ほんとね、まあ頭痛持ちなんでね、しょっちゅう頭痛が出るんで、まあその自分とのね、その頭痛との付き合い方っていうのは分かってるんですけど、まあそれでもね、まあそれでも、やっぱ頭痛が出るとね、まあ一日動けなかったりとかするんで、薬とかね、飲んでもすぐ効いてくれる時とかは効いてくれるんですけど、まあそうじゃない時もあるんでね、なかなか動けなかったりとかするんですよ。なんで、まあ、仕方ねえかなとまとめ方が雑。まあ、皆さんもね、そういうふうに、まあ、持病とかね持ってる人結構いると思うんですよね。まあ、腰が痛かったりとか、まあ、僕みたいに頭痛にねすぐなっちゃう人だったりとか、いろいろあると思うんで、風邪ひきやすいとかもね、まあ、持病の一つだと思いますけど、まあ、そういうのね、まあ、僕はね幸い周りの人とかが結構理解してくれて、あ、まあだったら仕方ないねみたいな感じで、笑って許してくれるんですけど、なかなかねそういう理解のない人とかが周りに多かったりとかすると、いやいやそんなのサボりでしょみたいなことね言う人もいるじゃないですか、たまに。最近はそうでもないかもしれないですけど、そうなってくるとねちょっときついですよね。まあいいや、コーヒーをいただきましょう。はい、コーヒーいただきます。あー、いい香り。美味しい、最高ですね。まあそれで今日はね、頭痛で一日寝てたんで、特に話すこと何にもないんですよ。ほんとね、一日で、でちょっとね、Amazon で買ったもの届いたんで、それの話をしようかなと思ったんですけど、ちょっとそれはね、改めてしっかりとしたレビュー取りたくて、もうそんなこと言ってるとね、なかなかね、レビューはなかったりとかするんで、とっととレビューしてしまえばいいんですけど、てか、まあ、紹介だけするか。はい、持ってきました。じゃんと、これね、フォーミング、まあ、クレのフォーミングクリーナープロっていうやつですね。これ何かというと、まあ、金属プラスチックの汚れを強力洗浄って書いてあって、水性のね、まあ、水溶性のパーツ洗浄剤なんですよ。で、まあ、油汚れでなく、カーボンや荷などの汚れも強力に落とす、まあ、金属プラスチックパーツに工場機械、あと厨房設備とかもね洗えますよという感じなんですよ。まあ、これ何に使うかっていうと、ちょっとね、先々週ぐらいに X を見てたらですね、そのガレージキットとかプラモデルの、プラモデルってこうね、ガチャンと合わせて、あの 金型とかをねガチャンと合わせて、でその中にそのプラスチックとかを中に入れてね、で成形するんですけど、まあガレージキットとかも同じような感じなんですよ。レジンというのを流し込んでやるんですけど、それのね、ガチャンとやった時に剥がすのに剥がしづらいんですよね。そのまま何もしないでそのままやると、くっついちゃうんですよ、その型にね、型の方にくっついてしまうから、
まあ油、まあ簡単に言えば油ですよね。離型剤っていうんですけど、その剥がしやすいようにする薬剤がついてるんですよ。でそれがついていると、あの塗料とかをね塗ろうとするときに、塗装とかをしようとしたときに、その離型剤っていうのが結構強力で塗料を弾いてしまうんですよね。でそれを洗い落とさなきゃならないんですけど、で今まではねその塗料とかを落とすのにこのパーツクリーナーっていう、これもプラスチック大丈夫なんですけど、まあ、自動車とかねでよく使うやつです。昔はブレクリとか言ってたんですけど、ブレーキクリーナーとか言ってたんですけど、その油を洗い落とす、そういうようなねクリーナーなんですよこれは。まあ、ちょっと前にねこれを使って、まあ、シール剥がしとかにもこれすごい使えるんですけど、これを使ってねなんかいろいろやって、あの爆発事故とか起きてましたけど、これ可燃性の、ね、ガスを使うんで室内とかで使うと結構危ないんですよね。よく換気をしながら使わなきゃなんないんですけど、なんか室内で使いまくってその後に一服しようとしてタバコに火つけたら爆発したみたいなね、いやいや何を考えてんだよみたいなね、あのニュースとかありましたけど、まあこれを今までこれ使ってたんですね。なんですけど X で、いやパークリよりもこのフォーミングクリーナープロっていうやつを使った方が全然離型剤とか落ちますよっていう風な、あのポストが流れてきたんですよね。なんか違うのと思って、同じでしょうぐらいで思ってたんですよ、うん、これもねかなり強力に落としてくれる、うん、本当にねなんか脂っこいやつとかもジューってかけるだけで、本当にねブシューってかけるだけで綺麗になるんですよ、うん、なんでめちゃくちゃ綺麗、あの便利なんですけど、これよりも全然いいと。でこのフォーミングクリーナープロが何がいいかっていうと、ちょっと調べてみたら、まあフォーミングって書いてあるんで、まあ、その通りなんですけど、これね泡で洗浄するんですよね、うん、で泡、まあ、これがねこのノズル、こんな感じの普通のスプレーなんですけど、スプレーみたいなもんなんですけど、これの先っぽからね泡が出ることによって、この泡が、まあ、細かい泡がねこの隙間とかに入り込んでいって、汚れっていうかその離型剤とかをより多く剥がしてくれるっていう、そういう理屈らしいんですよね。なんで、まあ、プラモデルとか、まあ、ガンプラとかやったこと、作ったことある人は分かりやすいと思うんですけど、あのこういうなんていうパーツの溝っていうのは結構多いじゃないですか。でそういうところにね、まあ、こういうものでも、まあ、落ちるんですけど、まあ、入りづらいっていうのがあって、うん、まあ、入りづらいんですけど、まあ、こういうねこの泡を使って洗浄することによってよりそういう隙間とかも綺麗になりやすいですよという感じなんですよね、感じらしいんですよ。なのでちょっとこれを使ってね今度離型剤剥がしをやってみようかなと思うんですよね。よくねプラモデルとか、あとあれかな、一番多いのはそのガチャガチャのね、ガチャガチャで出てきたものって、まあ、ゴム製品が多いんですけど、ゴム製品って結構強い離型剤がついてるんですよ。なのでそれをね中性洗剤とかで昔洗ったりとかしてたんですよね、色を塗ろうとするときに。なんですけどそういうのにこういうねフォーミングクリーナーっていうのを使うとよりねいいですよという感じ。まあ、どんくらい変わるのかっていうのは実際ねちょっと僕が気になっているんで、使うときにね試してみようかなと思ってるんですよ今。まあ、実際に油とか塗ってみてね、うん、試してみようかと思ってるんで、まあ、その様子はねちょっと動画でも撮ろうかなと思ってるんですけど、あとねこれ、まあ、厨房設備って書いてあるんで、まあ、ここら辺のキッチンのね掃除とかにもこれ使えるんじゃないかなと思って、ジューってかけて、まあ、どのくらいの範囲で広がるのかっていうのはちょっとわからないんで、まあ、軽く試しで使ってみて、でいけるんだったらいろいろ掃除してみようかなと今考えてます。もう今ねだいぶ汚れてるんで、うん、あの換気扇のものとかね、うん、そういうのにもいいんじゃないかなとちょっと思ってます。はい、まあ、その時はねまたちょっと動画にします。はい、まあ、そんな感じで、うん、今日は寝てました。皆さんも体調が悪いんだ時はね、本当あと疲れが溜まってる時とかもがっつり寝るとね本当体調良くなったりとかするんで、体に無理せずね、はい、
5月6月と連休がないですけど乗り切りましょう、はい、って感じで、はい。